こんにちは。予告通りですね、カラクレースにライザーバーをつけてみました。姿はこんな感じです。いかがですかね。 75mm ライズするハンドルです。で、少しバックスイープ出ます。こんな感じですね。それでわかりますかね。で、まあ、これで走ってみたんですけど、純正のフラットバーよりは全然こっちの方がいいです。ただ前回つけたマルチポジションハンドル、バタフライハンドルですね、あれに比べるとやはりね、まあ持つところはここ一箇所のみになるので、どうしても負けてしまいますよね。乗りやすさ、なんていうんだろう、操縦性っていうんですかね、に関してはやはりバタフライハンドルの方が全然上です。ただハンドルが軽量なので、すごくこう軽快に走れる感じはありましたね。こっちの方が言わずもがななのですが、エルゴングリップは最高ですね。やはりこれは最高です。まあ、なんだろう、ロングライドしないで30キロとか50キロぐらいで、まあちょこちょこ止まるようなライドであれば、マルチハンドルよりもこっちのライザーバーの方が僕の好みですね。まあ、軽いし、でもあのここいじらなくてもこのまま綺麗に折りたためたので、まあ、こっちの方が全然好みは好みです。ただダンシング、ちょっと急な坂行ってダンシングしてみたんですけど、できないので、まあ、しづらいというか力が全然入らないので、まあ、ロングライドするんだったらやっぱり今のところはマルチポジションハンドルかなという気がしております。要は ここの横を縦で持ちたいんですよね。ここをね、それでこう車体を触れるようにしておきたいんですよね。なので、まあ、これはこれでいいんですけど、さらにちょっとハンドル変えてみたいと思います。ブルホンハンドルつける場合、多分このねブレーキとシフト、あのパカッと開くタイプではないので、もしかすると通らないかもしれないですよね。そうするとレバーとシフターを交換しなきゃいけなくなるので、そこまでちょっと今はやりたくないなというのもあったりします。なのでちょっと、マルチポジションハンドルにしてロングライド、今はちょっと真夏なので行く気がしてないんですけれども、まあちょっと涼しくなったらロングライド行くのに、どっちのハンドルを使うかはもうちょっと乗り比べてみたいと思います。ということで、今回はカラクレースにライザーバーを取り付けて走ってみたというご報告でした。ご視聴ありがとうございました。